お待たせいたしました。札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対千葉ロッテマリーンズ、この試合の模様をお送りいたします。ファイターズの先発は右の上沢、対するマリーンズの先発は右の石川、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。ファイターズピッチャー交代です。上沢降板、左の川野、今日2人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。さあ、いよいよ最終回、この回の先頭バッターは山口。投げた、打ちました、ファール。第2球、投げた、危ない球。第3球を投げた、打ちました、中島取った、ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者レアード。第1球投げた、アウトロー、外れてボール。投げました、2球目空振り。投球は3球目、投げました、打った、これはキャッチャー間に合いません、ファールボール。第4球を投げました、ストレートはボール。投球これから5球目、サークルチェンジ、見逃し三振。バッターは6番佐藤。第1球投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。まずは決めてきました、投げました、見送ってボール。投球は3球目、投げた、打ちました。第4球を投げた、三振。川野、最後はスイングアウトの三振で仕留めました。9回の表が終わって0対0です。さよなら勝ち、ファイターズ見事勝利を収めました。本日の勝利投手は玉井、敗戦投手は。さて、本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。